<laughs> 真ん中の方に目線をお願いいたします今、まあ、後方を徐々にえ左側の方まで向かっております間もなくです少々お待ちください主人公山田さとみ役宮沢理恵さん <laughs> 相馬和樹を役そして本作の脚本も務められています佐藤二郎さん 本日はどうぞよろしくお願いいたしますどうぞお席におかけください <laughs>、えー、それではまず主演の宮沢理恵さんから本日お集まりいただいている皆様に向けて一言ご挨拶お願いしますこんにちは、えーはい、<laughs> 山田さとみを役をやらせていただきます宮沢理恵です えっと、今日は少し涼しく、本当は昨日は、あの、お暑い中、お集まりいただきましてというご挨拶をしようと思ったんですけど。<laughs> だいぶ、す、涼しく、すごしやすくなって、でも、あの、来ていただいて、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。続いて、佐藤次郎さんから一言、ご挨拶をお願いいたします。いや,い,やいや、本当に、あの。これ、まあ、僕,僕ら、まあ、舞台、まあ、舞台に限らないですけど、やっぱ。 取り上げていただかないことにはっていうのがあるんでちょっとびっくりするぐらい多くの方が集まっていただいててあのすごいありがたいですあの嬉しいですあの今日はよろしくお願いします今日はあまりちょっとふざける機会はないと思うんですけど <laughs> よろしくお願いしますありがとうございますそれでは早速作品についてお話を伺っていきたいと思いますまずは佐藤二郎さんに質問です 本作は佐藤さんが脚本を手掛けるオリジナル作品ですがこの作品を作ることになった経緯そしてこのテーマで書きたいと思ったきっかけなどがありましたら教えてください、うんまあ、ちょっといろいろあるんですけどでもね一つ僕が好きな話があってあの針ってあるじゃないですかあのあれ針がなぜ腰痛とか肩こりに効くかっていうと針で傷をつけるからだとあえて。 でその傷を補おうとして血の流れが良くなってみんながその血がその傷をなんとか補おうとして流れが良くなって結果肩こりとか腰痛が治るこの話が僕結構ほんと好きでちょっと大げさを恐れずに言えばそれが生きるっていうことなんじゃないかなっていう思いもあって、えー、それで今回の本を書きました。 ありがとうございます。続いて宮沢理惠さんに質問です。この作品への出演を決めたきっかけを教えてください。はい、そうですね。あの、やっぱり私はあの役者さんである佐藤次郎さんのお芝居がとっても好きで、えー、映画もいつも映画館に見に行って、本当にあの。 お芝居に感動することが多くて、まあ、二郎さんのファンなんですけど、えー、二郎さんが作られた映画とかもとても好きですしその二郎さんが何年ぶりですか舞台の戯曲を書きになる舞台の戯曲は新作戯曲は12年ぶりですね12年ぶりに書かれたっていう台本がうちに届いた時に ますごく最初まあ心がこうワクワクしたというか二郎さんがどんな本を書いたんだろうってあの思ってこう読み始めてすごく最初はこうまあ会,話会話のテンポがよくてこうユーモアもあったりしてでも途中、鳥肌が立つシーンがあったんですねその鳥肌が立った瞬間にはっこのお芝居やりたい。 っって思って思内容としてはとても,、うんあのもまあ、お稽古もきっと大変だと思いますけどその大変なことを乗り越えたいと思える戯曲だったっていうことですかね。はい、あのね「鎌倉殿の13」別の作品の名前言っててもしょうがないんだけどで共演してる時に。 梨、えっと、恵ちゃんと僕の役は敵同士なんであんまり一緒のシーンはなかったんだけどリハーサルで一緒になってやっぱり宮沢梨恵って大きな存在なんでもう思い切って脚本をああの読んでいただいてたんだけど難しいだろうなものすごい暗い話だしって思ったら梨、まあ恵,まあ、恵ちゃんもし興味があればみたいなことを言ったら梨恵ちゃんがちょっとあの楽しみにしています。 行ったからもうすぐプロデューサーに「宮ざりやるかもしれない!」みたいな感じで <laughs> ほんでその後もなんとか口説きたいから酔っ払って一回長文のメールしたよね <laughs> 酔っ払って初めて言いますけど当たり前ですけどあの酔っ払っていやもうなんかねもう、まあ、僕らはなんかこう大きななんかそのなんか座組に行ってやるのもいいけど僕ら自身が。 ムーブメント起こそうよみたいな酔っ払って暑いもう次の日の朝見たらキャーってなるぐらいですねそういう長文のメールを送ってまあごめんリエちゃん酔っ払って,た,ってったリエちゃん笑ってましたけどそういうようなこともあってえ最後はあのそそられますって言ってくれてそあの僕の本を見てで僕としてはあ、そ,のそそられますっていうワードしかもリエちゃんは遠慮がちにちょっと適当かどうか分かんないけどこの言い方がそそられます で遠慮がちに言ったんだけど僕その瞬間あ、この俳優は信用できるなって思ったんですね、うん、っていうこともあった代弁してくださってあ,ありがとうございます <laughs> 水を飲みます <laughs> <laughs> ありがとうございます共演された時の印象であったりオファーされた時の話話してくださいましたけれども改めて、えー、舞台。 が、えー、今回初めての共演ということになりますけれどもお互いの印象について改めてですが佐藤さん宮沢さんの印象というのは、まあ、女優宮沢りえさんの印象としても大丈夫ですのでな、えっと、なんで耳をんでですかかあれっていい今そそられますっていう言い方が脚本書いた人間としても同業者としてもすごく嬉しいのと同時にあこの俳優信用できるなこの言葉を選ぶってことはっていうふうに思ったってことを話したんだけど。 もししちちょょっっっととだだたら後でちょっとカットしてくださいあの「ルイスと不思議の時計」っていう、えー、と僕がジャック・ブラックの声を吹き替えてりえちゃんがケイト・ブランシェットの声を吹き替えた映画があったんですねでそ,それでお会いして初めてそれは声優としての共演でしたけどもその時の取材の時に2人で、まあ、レッドカーペットいろんな記者さんの。 あの取材を受けてそのポンコツマジシャンっていうことにかけてその若い記者さんはおそらくはそんな悪くなかったと思うんだけどあのお互いがポンコツマジシャンにかけてねお互いがポンコツって思うとこどこですかって言ったらこれあの本当にねあの僕、隣にいてずっとにこやかにあの答えてたリエちゃんの顔,顔色がちょっと変わったのがちょっと感じたんですけどそんなね共演者をポンコツと思って演じている俳優なんか誰一人いませんよ。 怒ったんで,すよでまああのでもうちょっと質問がくだらないはい次ってなってで袖に行ったら「りえちゃんは怒っちゃった」とかって言ってたんだけどあのその時かな最初に本当にさっきも言ったけどあこの人信用できるなって思ったのは、うん、そういうそれが第一印象でした。 これ言ってもよかったかなりえちゃん <laughs> ダメだったら後でちピーですよピーピーなのか <laughs> ちなみに宮沢さん聞かなかったことにしてくれ<今>その時のことは記憶はありますあ,あんまりないのないのかあの記者さん <laughs> ジローさんが作ってるんじゃないかいやいや違う違うそんなことはないなそんな作り話言えない逆に宮沢さんから佐藤さんの印象というのはいかがでしょうかああ、でも皆さんがね今見てらっしゃるジローさん本当そのままですしまあとにかく私はあのー お芝居をしている時の二郎さんが本当に好きですし信用できるっていうことはすごく大事なことであのこういう難しいテーマにこう挑む時にあの心から信頼できる、まあ、しかも二郎さんがお書きになってこれをこうメッセージとしてみんなに伝えたいっていうその 情熱と信頼さえあればもう問題はないなとは思いますしあのツイッターも私はすごい好きでそれはだめです見、見ないでください <laughs> あの見るのを禁止しますって言ちゃの人間としてのユーモアと情熱がおありになる方だなとと思いいまますすありがうござありがとうございます。 続いて作品について戻らせていただきますが先天的な障害によって介護を必要とする相馬花という、えー、宮沢さん演じる里見にとっては雇用主そして佐藤さん演じる和樹雄にとっては妻にあたる登場人物ですがその花役を演じるのは加山芽衣さんと上皇二花さんというお二人の女優さんです。 香山さんは脳性麻痺の後遺症がありながら女優としても活躍されていて上甲さんは近似ストロフィーという難病と戦いながら同じく女優として活躍されていますそんなお二人に佐藤さんは何度かお会いされたということですけれども今回ご出演お二人にお願いお願いをした経緯というのはどういう経緯だったんでしょうか あの最初はこの脳性麻痺、先天的な脳性麻痺がある車椅子の若い女性の花という役をですね、健常者の女優さんにお願いしようと思っていました。でだけど、もちろんその,あの映像でも大変だけど、舞台はさらにそのいわゆる障害のある方と、に 出てていいいただくのははハードルが舞台さらに高いっていうことは承知なんですけど、えー、僕としてはさっきもちょっと針の話をしましたけどなんか僕にとって歩を力に変えることが生きることっていうかそのどうしようもない自分の意思ではどうしようもない歩が目の前にあったときにそれをなんか生きる燃料にするっていうか。あの 命を燃やす燃料にするっていうことをほとんど祈るような気持ちで信じているのでそれを、えー、と障害のあるお二人にキャスティングしてできればこの目で見たかったその不,不が力になるところっていうのが健常、まあ、者でなくその、まあ、今おっしゃいましたけど。 脳セまひの加山芽ちゃんと金日ソロフィーの上皇二花さんをキャスティングした理由ですかね、はい、あとそのキャスティングを後押しされた方との出会いというのもあったとお聞きしていますけれどもある方とと出会ったとキャスティングを後押し、あれ、誰だろう、えー、と柿内さん、ちょうど、ね、今日今日未明のパラリンピックの開会式で日本のプラガードを持った。 車椅子のミライロっていう会社の柿内俊哉という人がいてこの人がテレビでバリアフリーではなくバリアバリューだと要するに障害を価値に変えるなんかその人がまだ若い時にあのなんか会社に入ったらその社長さんが営業やれって言われてえなんで車椅子の自分に営業で実際成績が一番良かったらしいんですよ。でそれはかかからななないいろん理由があるるももしれないもしかするとう 覚えてもらえるとかあと、ちょっと、ままあ、これ語弊があるかもしれないけどもこれ、ちょっと語弊あるかなちょっと邪険にできないとかあの僕,営業僕も営業やってたんでよく塩とか巻かれたんですけどそういう邪険に、まあ、これはちょっとやらしい見方だけど、まま、でも俺、それでもいいと思ったのね要するになんかたくましいっていうか,なんかそれでも武器にして何でもいいからその自分を武器,武器にしてっていう。で えと会社を立ち上げてそれがそのバリアフリーではなくバリアバリュー障害を価値に変える僕はさっきから言っている不を力にっていうのとものすごく一緒のことを垣内さんがおっしゃっててそれでちょっとまあ,あるラジオ番組で討論したいあ対談したいということでお会いして垣内さんの存在は割と後押しにはなっています。はい、ありりがとうございます、はい、それれではこれより質疑応答に 移らせていただきます。ご質問の内容は、本作に関する内容に限らせていただきます。私からご指名いたしますので、スタッフがマイクをお渡ししましたら、媒体名とお名前の後にご質問をお願いいたします。えー、ノリエムのライター島田と申します。よろしくお願いいたします。あの、お二人にお伺いしたいんですけれども、映像作品にもたくさんご出演されていて、ご活躍されていらっしゃいますが、舞台作品にご出演される時っていうのは何かこう、 違いだったりとか、お芝居の変化等っていうのはあるものでしょうか？宮澤さんいかがでしょうか？そう,かそうですね。あのまあ、基本的なこの自分の中の原動力の一番。この火種はあの変わらないと思うんですけど、やっぱり映像ではこう。本当に瞬発的な。 もう二度とできないような瞬発的な一瞬をやっぱ一生残してもらえるということの,あの、まあ、映像はそこがすごく素敵なところだなと思いますし演劇はその日にその時間に劇場に集まってくださるこうお客様と舞台の上の私たちとこうスタッフがその人間しか。 このはかないようなまあでも記憶には一生残ってほしいと思ってますけどでもそのその特別なこう劇場という空間の中のこうなんか出来事っていうことの違いかなというあと舞台は本当に時間をかけて。 まあ稽古もお稽古も1か月ぐらいで本番も1か月以上こうその役と向き合えるっていう意味ではすごく深く深く掘り下げることができるということは私にとって舞台をやる意味だなとは思います,います佐藤さんはいかがでしょうかいやもう本当に礼ちゃんが言った通りですあの本当に。あの これも受け売りで申し訳ないんだけど北の国からの演出をした杉田茂道さんが昔ねもう本当30年ぐらい前に行ってくれたで今でも心の支えにしてるんだけど、あのーえー、と舞台でえ、えー、やって映像に、まあ、ちょっとの役で行って、まあ、舞台では大きい役やってでも映像でちょっとの役で行って何もできずにもうで帰りの電車泣いて帰るっていう俳優がすごく多い多いと。 多いんだけどあのあの舞台はあの例えば映像だと喉どぼとけが動くだけでアップだったらちょっと緊張してるっていう表現になるけど大きな舞台ではさすがにそれはっていう違いはあるとだからそれを意識しすぎるあまりあのおお大きく小さくなるべくしよう小さくしようって思うあまり気持ちのこういう流れも小さくなっちゃうとでこれでは違うんだと、えっと、そういう違いはあれど気持ちの流れは舞台も映画もドラマもま一緒だと。 っていうのを今の李恵ちゃんの自分の中にある火種はのを大事にするっていうのは舞台もドラマも映画も全部一緒だと思うっていうので今思い出しましたはい、以上です <laughs> 少し逃げた逃げたありがとうございます続いていかがでしょうか雑誌ステージファン水上でございますよろしくお願いいたします,ししますえ先ほどからお話に聞き入っててちょっと質問忘れそうになってしまいました <laughs> え稽古はまだこれからだといううにあのスタッフの方に これから稽古始まるにつれて、えー、あるいはまあその先の本番もそうなんですが、えー、稽古場、あるいは本番の場で楽しみに、えー、していること、特に楽しみにしていること、あるいは逆に、あまだまだこれはちょっと不安だなと思ってらっしゃるようなことが、もしありましたら、えー、それぞれお聞きしたいと思います、ご自身のことで。それかか、えー、かららら田田ささささんんんん佐佐藤藤にに 楽しみにしていること。だから、もし不安に思っていることもあればなんですが、えー、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。よかった。ポンコツとか聞かなくてよかった。そうですね。あのー、もちろんこう稽古に入る前はどんな作品でもこう不安はいっぱいありますしまあ、今回はあのー、ね。から お体の不自由なお二人が出るっていうことであの本当に彼女たちが自由な気持ちで肉体的にもこう負担のないようにこういいお芝居を高みをの求めてこう作っていけたらなという,こう楽しみな部分はすごくあります。で あとはもう一つはこう台本をやっぱり読んだ時に自分がこう鳥肌が立つほどこう心が動かされたそのシーンをどれだけす素敵なシーンいいシーンにできるかっていうことの課題に取り組むという,こう怖さと不安、楽しみはあります。あとはう まあ、皆さんもよ,よくご存じですけど、二郎さんですから、あの現場の雰囲気はきっとあの明るく前向きなあの稽古場になると思うので、その辺はあは心配してないです、はいあの、もうね、これでもやっぱり、もちろん宮沢理恵という大きな存在、そしてまあ同業者として非常に信用できると思っている。 そののの俳優と一緒にやるのがももうこれはものすごい楽しみですよもう不安とかはむししろないですね楽しみでもやっぱり梨恵ちゃんもさっきおっしゃいましたけどやっぱり今回そのハンディキャッパーで障害者であるお二人が出るっていうことでもちろん彼女2人もそうだけどもう本当に座組全員が一丸となってあの立ち向かわないと絶対に越えられない山のような気がするんですけどそのねでも。 この登山はなんかやる価値があるというか、えー、ともちろん不安たくさんありますけど非常にその意義があると言うと口はばったいけれどもなんかすごいす超える価値がある山っていうかそこはもうむしろもうあえて言うなら楽しみですね。あ、はい、ありりががととううごござざいいまます。す。続いてご質問のある方挙手をお願いいたします。 え佐藤さんにお伺いしたいんですけども、はい、先ほどの宮沢理恵さんがまあ主演ってことで受けてくれるかどうかっていうのは話で聞いたんですけどもこれ脚本書く段階で、えー、和樹を役ご自分のこれはもうご自分がやろうと初めから思って当て書きしてたんですかはい僕は割といつもそうですえー、春を売る人の時も「 ハロウィ人は舞台から映画になって僕が舞台でやった役を山田貴之がやったんですけど、えっとえー、で僕は舞台で大高広さ,さんがやった役を映画で僕がやったんですけど、あのー、映画のシナリオに書く段階でもう貴之、えー、の役は貴之にあてがきしたし、えー、と僕がやる役は自分にあてがきしました。ああののとこの ミュージシャンの中村さんの同名の曲にインスパイアされたということなんですけどこれ中村さん自体はどんなことをおっっしゃってたんですかえっと、ね、僕は中村か穂さんとお会いしたことがないんですけど、うん、ただ、えー、X 上では、えー、っとなんかすごい嬉しいと私がもん、まあ、悶々として書き上げた曲がこうやって何年かたってこうやって作品に、ね、あのインスパイアの結果作品になるっていうのはすごい嬉しいって言ってあのお互い相互フォローをしております。<laughs> 相互フォロー <laughs> あのお会いしたことはないですけどねただ僕は本当に妻に最初この曲聴いてみなって言われたのかなその命を聴いてものすごい何かものなんていうかこの曲が流れる物語を書きたいと思ったんですよねもうそうとしか言いようがないんですけどでぶっちゃけねそれがまたすごいいいと思うんだけどその命って歌の歌詞って意味がないんですよ。まあ、分からん あの中野さんにお聞きしたらあるのかもしれないけどいわゆる分か,かりやすい意味は全くないと言ってもいいぐらいなんだけどなんかそれもなんか含めてなんかこの歌が流れる物語を書きたいと思ったんだよな、うん、そんな感じですあと宮沢さんにお伺いしたと思う、はい、最近ずっと舞台が続いてますけども、はい、そ,そういう意味で改めて今回。この 楽しみにしている佐藤さんと共演するところ、はい、どの辺が一番楽しみですかそうですねあの、やっぱりこの脚本に、戯曲に込められたこう思,い思いをこうどう形にしていくのかっていうのに、あの触りたいという気持ち、まあ、そこが一番すごく楽しみですし、うん。 今全然質問と違うんですけどこう健常者と障害者って何なのかなっていうその言葉自体に何かずっと疑問が今湧いていてその何が自由で何が不自由でその私なんか「障害」っていう気持ちがあの言葉がちょっと 好きじゃないなってさっき思いましたしそのじゃあ自由に体が動いていう人がの心がもしかしたら不自由かもしれないし体が不自由でも心はとても自由であの本当にまっすぐに健やかに生き,る生きようとする人がいたりなんか健常者と障害者って。 区別をすることってななのかなっていう疑問がさっき湧いてきて湧いてきましてそういう意味でもそのお二人とこう一緒に作品を作るっていうことは私にとってとても大きな経験になると思いますし。私も一度だけ 2人とご挨拶だけさせていただいたんですけど本当にこの作品に対して前向きなあのお二人を見て、うん、すごく勇気をもらいましたし健常、うん、者と障害者って何なんだろうなっていうこう自分の中に芽生えている今の疑問みたいなものをこう 少しでもこう明確にしてでやっぱ2ヶ月3ヶ月近くあのこう一緒にあの作品を作ることができたことによってこういろんなことがに気づけるだろうなっていうそれがすごく楽しみです。 佐藤さんにもう一つ改めて、はあえー、この作品の中で、まあ、脚本家として一番訴えたいこと端的に言うとしたらどんなことを一番訴えたいいと思いますうーん難しい <laughs> と、ね、一番、まあ、これねなかなかね言葉にするとねどどれれもあれなんだけどねでもごめんなさいやっぱねほんとねあの何度も言って申し訳ないけども、まあ、僕今までその帰ってきた作品が、まあ割と全部 そううっていうかあの、まあその、よく聞かれるのはなんでそのパブリックイメージと真逆のものをいつも書くんですかって取材ですごい聞かれるんだけど本当に自分で分かんなくて1回、信頼できるプロデューサーからそのちょっと次、三作目監督の3作目はちょっとコメディライトなコメディ書いてみたらって言われてあ、そうだなと思って書こうとしたらまあ書けない、なんでですかね。ほんんで、でうだかからもうなんかね俺今日来る車の中で あのちょっと思ったんだけどやっぱ俺にとってそのさっきも言ったけど僕にとっては不を力に変えるっていうのがイコール生きることなんだなってやっぱでそれをなんか物語にしたいっていう思いがやっぱりあるんだよねでそ,それを書く時に何か心血を注いで書けるんですよやっぱ書くって心血注がないと書けないんでそれは何だって戯曲だって小説だって多分ねだからそれだな,なだ,だから今回も そのまあ、コメントでは僕、情報会議になった時のコメントでは、まあうん、暗い檻に閉じ込められたとしても前を見上げる人間の三下になるような物語を書きたいっていう、まあ、それっぽいことを書きましたけどもやっぱそれはもちろんあるんだけどやっぱり不を力になるんだよね、ごめんなさい、本当同じこと何回も記者の人も書きづらいかこれだと書けるよね、いろいろね。だ <laughs> だかかららまあそ,それですよだから 不を力にっていうのはあれですよ、今、あのハンディキャッパーの方の負だけではありませんよ、りえ、まあ、ちゃんがさっき言ってくれたその、いわゆる健常者と言われる人間にも、絶対いろんな負があるから、でも、そういう負がなくて、全然ピアーって生きられる人、心から羨ましいと思うけど、大概あるじゃないですか、でそれやっぱり生きる燃料にするっていうのが、やっぱりその人生っていうか、生きることだと思うんだよね。 ちょっと、うん、あの臭いこと言ってるかもしれないけどでもそれは本当に心から思えるんで今55歳でだからそれを書き,書きたかったということですかね佐藤さんにとって今「ふ」って言ってましたけどふ、うん、ご自分にとっての「ふ」っていうのはなどんなことでしょうかねそれは簡単に教えられませんまあまあいろいろありますよそれはねそれはいいじゃないですか <laughs> 僕の「フは何だろうと <laughs> <laughs> そういうわけです ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。それでは最後に、えー、この作品を楽しみに待ってくださっているお客様に向けてお二人から意気込みをお願いします。まずは宮澤さんからお願いします。そうですね。一言でなかなか言えます。戦士。こう私が台本をこう読んだ時にこうある衝撃を受けた瞬間のシーンっていうのは。 あのやっぱり劇場で初めて味わっていただきたいので具体的にこう内容的なものはこう言えないですけどもでもこうやっぱ誰にでも起こりうることでもあるし自分にとって愛する人こ,うこれから愛する人ができる人も今まで愛した人 愛したことがある人も今、誰かを愛している人にでもその人にとってはとても心に響く心に問いかけるテーマだなという気がしていますのであの私たちも誠実にこのテーマに取り組んであの見に来てくださった方たちと忘れられない時間だなって思ってもらえるような作品にしたいと思います。えー ね、ぜひ多くの方に見に来ていただきたいです。本当だね。い本当です。うん、まあ。うまくいけば映画かも。そんなこと。っていうことですか。あの、ほとんど反射に見える。反射に見えるプロデューサーが今、どういう。いやいや、それは、あの、まあ。ちょっと冗談ですけれども。本当に多くの方に知っていただきたい。テーマだなとか。共有したいですね。そうですね。本当ですね。 いや本当に、あのーえー、なるべく、なるべくいい芝居を、あのー、お届けしたいと思うんで、えー、車いすの2人とともに、ねえー、座組一丸となって、えー、となるべく本当にもう1ミリでも上を目指していい芝居を皆さんに届けたいと思うんで、はいまあ、楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました